どうも、那覇は一人暮らしです。いや、私も熱中症にやられてもう気がおかしくなりそうだわ。ひたすら天井を眺めてる日々を過ごしてるわ。あなた、天井を眺めたことある？ひたすら天井を眺める日々過ごしたことあるかしら。私は今絶賛天井を眺め中でございます。やばいわ、私熱中症だったみたいね。熱中症にかかったみたい。だからね、そんな時は単身送ってもいいですか？ほんとね、皆さん申し訳ないんですけども、ほんとごめん、ごめんなんだけど、単身送ってもいい？勝手に食えて、勝手に食います。はい、すいません。とにかくね、今最高にね、弱りきってる状態だからね、ちょっと多めに見て、ここ1週間ぐらいの投稿についてはちょっと多めに見てほしいわ。うん、サボるわけじゃないわ。うん、サボるわけじゃない。適当なわけでもない。うん、適当なわけでもない。ただアップするだけだから。よろしく。よろしくね。人だもの、私も人だものね。か弱い女性ですからね、そういった時もありますよ。女性に優しくしてくださいね、男子諸君。よろしくね。特にね、私みたいにね、とってもね、華奢でね、可愛い女性には優しくしてね。どこがって、どこがじゃいって突っ込んでる声が聞こえたわ。まあいいじゃない、男でも女でもか、どっちでも変わんないわ。男女平等ね。じゃあ、端子を焼けましたね。これで私ね、夏の英気をね、養ってくわ。はい、じゃあいただいていきましょうね。黒胡椒多めにかけたからね、美味しそうでしょね。ニンニクの芽とね、ほら見て見て、いいでしょ。夏はやっぱ単身でさっぱりいきましょう。うん、最高、美味しいね、美味しい。単身も美味しい。魚ばっか食ってるとね、単身食いたくなっちゃうね。で、それをご飯でかき込みますね。あま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 あ、うん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 。でね、サラダもね、バランスよく、栄養バランスよく食べていきましょうね。夏バテ予防にはね、もう食べるしかないわ。もう食べて食べて食べまくるしかないわ。いただきますわ。あま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 あ、うん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 、最高。で、それをね、シソ&梅ジュースで流し込む、流し込む。うん、最高。これでさっぱり暑さも吹き飛ぶわ。はい、じゃあコメント返してまいりましょう。おじさんデッサン、端子を食べていいよ、ありがとう、いただきます。次の方、ドクダミさん、ダメです、俺ら行くまで待っていてくださいね、待ちますよ。もう食べちゃったけど。ひろしさん、喋りながら作ってるんですか？いいえ、後でね、声を合わせてますよ。はい、ヤマピーさん、どうぞどうぞ、ありがとうございます。単食ってね、私ね、もうね、風俗界爆走中ね。風俗界爆走中でございます。はい、ですと、ネモヤンさん、好きなものを食べて暑い夏を乗り切りましょう、どんわっせ。どうもありがとうございますね。暑い夏はね、こっちだ、こっちのエリアでね、すっきりして乗り切りましょう。で、バカ野郎なんつってね、また見てね、バイバイ。